大村二太郎大村二太郎明治40年6月5日は、明治期のドイツ語学者、教育者。江戸小石川関口水道町の出身。はじめ、筑戸八万町一万マサインに入って、漢学を学んでいたが、明治14年に、陸軍省御用係に登用され、翌年より、東京外国語学校に移り、明治17年に助教授となって、 以後陸軍大学校や第一高等中学校などで教壇に立ち学習院教授に転じてドイツ文学課長となる。明治34年から2年間ドイツに留学、帰国直後の明治36年には学習院勤務のままドイツ学協会学校校長を兼務する。ドイツ学協会学校の教授であった山口小太郎、谷口秀太郎と共に表した。 ドイツ文法教科書などのドイツ語テキストは、サンタロードイツ文典の異名で知られている。また、ドイツ留学中に、ドイツの教育学に接し、ザルツマンの三部作、クレップスポーツライン、オーダーアンワイサングズワイナーアンバーナンフティジョン、アーチアングデア・キンダー、コンラッド・キーファーオーダーアンワイサングズワイナー、ベルナンフティジョンアーチアングデア・キンダー、エインブッフ・エフ,フ・アールエス・ボルク、 アミリゼンブークレイン、オーダーアンワイサング。ズワイナーベルナンフティジョンアーチアングであるツイアンを、訳した。教育偶は我が子の悪徳。教育偶は我が子の美徳。教育者の教師や、アドルフ・マッチアスの教育書を訳した。タロウは、いかにして教育すべきか。エレン・ケイの著書を訳した。20世紀は、児童の世界を観光した。自らも、教育校は母と、子供。 没後に勘行された家庭教師としての母を表し、児童教育は学校教育だけでは不十分で、むしろ家庭にこそ教育の本源であること。適切な家庭教育の実現には母親となる女性の教育が重要であり、そのためには母親として最低限の知識と技能を身につけるための教育が欠くことができないと主張し、そのための道筋を提示した。 日独関係の発展に貢献したとして、ドイツ皇帝ビルヘルム2世より、石州三島勲章を授けられた。明治40年6月5日に45歳で没した。ありがとうございます。